殺すことだろうみたいなことだけ言うやつ。どう、我々でありがとうございます。不運です。どうもです。どうもです。スカラです。お盆だよ、ちっちゃかほー。今年もこのシーズンが来ました。なんで毎年やってんだよ。慣れたもんですね。もうお客様説明は不要でしょ。ちっちゃかほー。はい、行きましょう。ルールは簡単。はい、とある大学の過去に出された二次試験問題が読み上げられます。どれでしょう。何大学で。それをこれじゃないだろう、これじゃないだろうって四字章で、やっていく。逆に当てちゃったらダメってこと。そうです。逆に当てちゃったらダメだよ。で、ドボンした人からどんどん一人ずつ抜けていって、最後残った人数が多い方が勝ち。なるほどなるほど。負けた方は、外にね、熱々の五右衛門風呂が用意してあるんですよ。そこにドボンして文字通りドボン。ということで、メイクインザラストボーイズセカンドイーグザメン。第1問デデンデデン、チャレンジ。すべて A の H イコール1、N イコール P の2乗、 AN プラス変更が存在することを示せ。オーベガー、オーベガー、溶けんでもいいから。今回は溶けなくても大丈夫。これがむずいのかどうか。参考完全化式ですね、これ。お前マウント取んなって。お前お前マウント知ってる。当たり前ね。これ当たり前です。これ判断材料な。はい、じゃあ僕から。いや、京都工芸繊維はね、俺一応オープンキャンプで行ったんですけど、出さなそうな感じやったんで、一旦これで違います。おいおいおい、これがじゃあだんだん減っていくわけだ。だんだん減っていく、だんだん減っていく、だんだん減っていく。簡単な問題じゃないと思うんですよね。となるとやっぱ薄さが大事になってくるわけで、薄い滋賀県立大学、これだ。どうでしょう。違います。今日はまずはね、これヒント、これすげえ。これこっちから見たら、こっちから見たらすげえ。これにしよう。分厚いね。あ、分厚いね。どこですか。京都大学。お前言ったな、お前。京都大学の問題ではございません。違います。よかったよかった。問題が短いのがね、怖いんですよ。問題がね、短いのって何も簡単だってことじゃないですね。そう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 、薄いので。岡山大学ではありません。違います。おい、これです。山梨大学、ちょっと大丈夫なはずです。はい、違います。おい、まあ僕ね、大学受けてないんでね。おいおいおい、このお坊ちゃまが一個も情報がない。そんなに、あれでしょ、やっぱ薄いとこ行こう。新潟大学。違います。おい、次だね。そうです。下見ると僕、この問題見たことあります。うえぇ、愛情家の大学。あー、お前、味方であっても今イラついたぞ。それじゃないの。マジだよお前。こいつ、こいつなんなん。ふくら P が今めっちゃ嫌そうな顔してる。これではないです。違います。うざ、大学の名前すらないのかよ。その難易度帯の過去問をやってるってことでしょ。その琉球大学。違います。おい、これしかも分厚いんで。筑波大学。違います。信州大学。違います。三重大学。奈良都市大学。お茶の水女子大学。群馬大学。反対ではありません。違います。おい、でも母校は自分が掘るときはボーナスプラス3点やから、これ先生もクソもないでしょ。母校がね、ダメだった場合ある。東大じゃない人もいるんで、ちょっと向こう有利。だから P ってあれでですね、任意の P で成り立つってことでしょ。そういうこと。はい、自然数で。ちょっと問題文から入ってるよ。ちょっとロジック的にむずそうだから、ドリ系な感じがするので、一つ橋を。あー、文系。いやでもシンプルやから逆にないよね。くらくん、一橋大学です。これだから、こんなシンプルに聞こえたある。あれ、まだこんな。だからドリ系な感じがするので、一つ橋を。あー、文系。いやでもシンプルやから逆にないよね。今のシンキングではめようとしてるんじゃないかぐらい。いや、これさっき解いてみた感じ、そんな難しくなかったです。あ、そうだよ、解いてみた感じ。いつの間に解いてんのがすごい。脳で脳で脳で、はい、代入していけばループしてるの、これ。そうなんですよ。なんか A6 ら辺でプラス12と何言ってるのか。そうなんですよ、どっかで絶対変なのが来るんで。はい、ということで、ふくらくん
おやすみなさい。おやすみなさい。そうなるのか。いってらっしゃい。そうなんです。こんなことない。これでも辛いな。辛いですね。いくらさん、レッドブル買ってきて。はい、では2問目です。はい、バイコール2絶対値サイン C だ、引くコサイン C。 簡単やんな、これ簡単、誘導ある。2回目は、1周目1冊、2周目2冊、3周目3冊、3冊、とりあえずそこで言ってみようか。じゃあ行きます。はい、オッケー。名古屋区ではありません。違います。はい、誘導が丁寧じゃなさそうなところを選ぶわけで、東京工業大学、レベルが高いはず。違います。オッケー。九州大学、広島大学、京都大学、東京大学、大阪大学。違います。はい、次から2冊。いや、そうか、俺の番組だ。東北と一橋、琉球7条、神戸、北海道。違います。薄い本がたくさん集まってきた。薄い本が厚くなる。うわ、わかんねえ。ふくら P がめちゃくちゃ暇そう。すぐ行かれまして。今日も入ってる。え、来ないで。来ないで。来ないで。違います。おー、ちょっとこれ、マックス3冊でいいんじゃん。そうやそうや、マックス4にはならんほうがいいんじゃん。うっからさ、もう減ってきた。だから3、だって3だったら一周で24冊抜かれる。21冊、結構だね。またいける、またいける。よし、じゃあもうまとめてとか、ちょっとまとめていくか。やばそう、地方攻め。佐賀は徳島、高知。結構タブーなんだよな、それでも。違います。おい、マコが見えてなさそうな大学を行くわ。あ、そうだ。名古屋工業。あ、工業攻め。名古屋工業、九州工業、京都工芸繊維大学。違いまーす。いや、そう、なんか、ここからが面白いの。そうなんよ。そうなんよ。わかんねーかな。私、頑張れ。じゃあ、国立で行きますか。ブルゾンチームの母校であるところの島根大学。そうなんだ。そこは、それを知ってるよ。サンシャイン木の木の母校であるところの大分大学。芸能人的で、普通にレベルの高い新潟大学。この3つ。違います。おい、おい、あと何月？18です。キム頼む。マコさんが見えてないで言うと、まあ、佐賀。いや、あいつとも滋賀好きや、滋賀やから佐賀見えてない。滋賀県出身、あいつ滋賀県出身。佐賀見えてない、佐賀見えてない、あの佐賀見えてない。愛媛も見えてないです。確かに見えてない。四国全引きの時だったもん。見えですね。ああ、あるぞ。いや、これあるぜ、お前。これ何言われたか、あいつ見えん。何言われても分からん。見えない。見えた。見えない学なんだ。いやー、言われても分からん。見えた。あーってならへん。でもなんかまあいい感じ、人数が確かに人数が取れた。どうせ、じゃあさせ。ああ、1日のバトル。気分脱落。では、次は3問一気に出すんで、それのどれかを引いたらもうその人はアウトです。なるほど。ってことは3人同時にやるってこと、この回で。そうですね。やば、おい、マジかよ。マジか。7人ぐらいしちゃって初めて見たリアクション。はい、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 3問でです。やばいやばいやばい、もう見ても何もわからない。千の先生、 N の千の A 方向、 N ルートは整数である。でもこれ1番で来る問題なんやみたいな。確かに1番で来るってことはとか。あで、5番でこれってことは難しくてこれみたいな。はいはいはい。じゃあ行きますか。行きましょう。じゃあ一気にもう3冊で。3冊、1人、3冊。じゃあ東工大とかのドリケイのとこじゃないと思うんだよな。あ、そうだね。気づいたんや。それはみんな気づいてるよ。東工大、東北、熊本とか。おおおお、どういう地方分かんで。違います。おー、1個分かるんだろ、余裕じゃん。1個分かるんですけど、他の2つ引いちゃうと思うんですよ。てか1個分かる。寂しいよ。京都ほどむずくはない。待ってくれよ、見せないでくれよ。からの九州工業大学。この完全に無視しようと思って。お前先輩だ、お前。お前大分大学が泣いてるぞ。違います。なんで今やばい。なんで言ってんか。正直全然分かんないから、名前が上がってないと思う。山口大学。背負い無視してるな。宇都宮大学。あ、言ってない。多分地方面に優しい。よし君。で、山口、宇都宮、静岡。違います。おー、これ
強い。歯医者のこと、そうあんな不真面目な福田くんがいたでしょ。逆に俺たちいつも見すぎてて当たり前の光景だ。逆なら普通なんよ。ちょっと俺今回じゃあ無作為デッキでいくわ。あの見ずに、もう選ぶ、見ずに選ぶわ。これとこれとこれ、確率的にはまあ低いでしょ。それ低いと思う。鹿児島、山梨、琉球、ありそう、ありそう、ありそうやな、これ。ありそう、ありそう。山でももう帰られへん。はい、お願いします。違います。え、これ東大っぽい問題一問なかったから東大を取る。この3つ、東大、大分、岐阜。違います。はい、ラフ、ラフ、掴んだだけ。いや、ほんまにこの3つ、はい、絶対大丈夫。これ女子にモテへんやけど、これ絶対大丈夫、マジで。北海道、神戸、広島。いや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 、違います。滋賀県立名古屋工業、福井。違います。秋田、滋賀、山形。違います。おー、マジでこの辺りで2個連続。うわ、絶対出る出る出る、ある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 。でも、お茶の水は多分大丈夫で。え、おなんでむずいっすよ、お茶の水結果。いや、むずいのはわかんねん。でも、もうありやん、ちょっとごめんごめん、ちょっと。あー、二度漬け禁止なんです。ソース二度漬け禁止。どうするなら、はい、もう一つの国立女子大学である奈良女子大学も言っておけば。やばい、悪魔を刺せ。愛媛、奈良女、お茶女。違います。おー、女子好き。すげえ。うわー、来た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 。バイオパークで有名な長崎大学。長浜バイオではない。長浜バイオ大ではない。で、天守台の近くにある岩手大学。やっぱ一個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 、なんか一個一個の哲学が、それポイントならへんで。別にマジで、え、全然意味ないで、それ。じゃあもういいや、ゆきりんの横国。だけど情報は言う。これで来い。違います。まだいける、まだいける。やばい、回ってきた回ってきた。もう少ないよ。すごいない、これでまだ1個も出てないって。はい、和歌山、三重、福島。おっと、うわ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 、やった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 。違います。あー、まだ参る。いや、もう、ま、何も分からない。全部同じに見えるよね、ここだけ。もう何も分からない、全部もうそれにしか見えない。じゃあ、分からない。さっきもやったけど、四国デッキ。うわー、やばいやばい、お前、今回は無理やだ。あー、お前、四国デッキ、四国好きすぎる。なんか、ゆかりあんの。香川、徳島、高知。やってたな、それ、さっき。意外と耐える気がする。違います。おー、謎のせい、謎のせい。いや、もうだって少ないやん。少な、難しいのは選んじゃいけないんですよ、1、2は。1が特にむずいんで。はい、いや、ここまで来たんや。これで終わりでいいやん、もう。奇跡起こそう、みんなで。みんなで奇跡起こそう。これいったらマジで俺らも東大王できてるから。間違いない、Q さんも出れるから。 Q さんの人はって書いてある。これできますって言われても。まだマシな佐賀、鳥取、宮崎は。どうですか。違います。10切るまで2でいい。じゃあ2いくか。やばい、怖い怖い怖い。いや、でも難しい大学も簡単な大学もなんかちょろちょろ残ってる。そうそうそう、いい感じに残ってる。どっちもある。全部ぽいもんな。てかもう、ぽいかぽくないか、そのまま全部人狼に見える。全部人狼に見える。こっから2冊。はい、あ、岡山と群馬。あ、どうだ。違います。すげえすげえすげえ。でも、ここまで来たらもうなんか、ここまで来たら最後3冊残したいよ。当たりそう、当たりそう。問1を出してくるのは多分この、なんかこの辺な気がしてるよ、ね、ダークホース。え、ちゃんと残ってるやんな。残ってます残ってます。すごっ。嘘じゃないん。これすごいと思う、正直。ここまで来ただけでも信じよう。お、あ、2冊取った。じゃあ1冊取った。これは千葉だよ。千葉だよ。来た、信州、芝。うわ、結構レベル高い。これやばくない。医学部ありますよ、信州。あ、どこまで。違います。よく選んだ、よく選んだ。すげー、追いつきた夏。ちょっと触りづらい2つだったけどね。やばい。でもあと11冊僕やったよ。すごい、やったよ。じゃあ理系の問題があったから、理系って書いてあるとこは聞きたくないなった時に、
広大と広大広崎まあまあまあむずいけど、でもね、ほかの方今ねどれ引いてもここまで来たらもうどれ引いてもあっそれむずいけどな島根解析的にもでかいから他はね、ほぼね、結構厳しいところにであいや、きつい広崎だよ両門の広崎がいややっぱり両門の広崎だったねいやでも正直すごいと思う。強いね。ここまで抜いたはすごい。広崎どれですか。広崎が無限級数。じゃあ理系って書いてないのに理系の問題だったんだ。ちくしょう。まあとりあえずでも1個切除に成功した。よし。よかった。よし。あとは頼んだね。戻れだ。いや苦しいな。これ2冊引き？10冊切ったんで、こっから1冊ずつでいきたいと思います。よし。いやでもな。だから何みたいな。だから何みたいな。確率は9冊分の2か。9様っぽくなってきたな。それむずい。おおお。いった。あ、お前。あ、いった。大阪大学。これだけ判断。これは大丈夫だはず。大阪大学。これ解きましたもん、僕たち。あ、お前してたそれじゃ僕だって関さん解きましたもん、5番が。あ、そうなんそうなんや。ってことは、あ、やべあと1個あと一番上のこのでも2-2やよ、2-2 2-2だ、いい勝負いや、待ってまだ結構もう冷静にいけるよ。さあ、残り7問抜こうぜ。行こう。茨城大学違います。おーいや、僕ら思います。違います。どの問題が当たったのかなりでかいよ。そうですね。そう、それでかい。これでいいじゃん。いや、全然わかんない。いや、これやばいわ、これ。この画面に俺がいていいのかちょっともはや罪悪感しかない。金沢大学。違います。いや、正直もう目もついてつくわ。てか、なんだ多分キュンってどっちかか。抜け、抜き。はい、埼玉大学。違います。バリューザイ、バリューザイ。いや、多分大丈夫だと思うけど、もうジェンガみたいになってる。ジェンガみたいになってる。これジェンガ。これは違います。いや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 。三択三択。この中だったら筑波かな。お、お。え？お前、お前、お早いって思う。違います。やべえ、これやべえ。こんだけあったのに、すげえ。こんだけあったのにあと2冊しかも 9.2 個。マジで、やばい。これやばい。名古屋の九州てか、よくここまで来たわ。ほんまに。うわ、どっちもあるなこれ。そら、ほら、どっちもあるとか、そういう次元の話終わってるもん。でも、俺は渡れねえ。俺な、でもな。あ、そっか、元志望。そうね。そうそうそう。志望鑑定から言っていい。名古屋は定数問題で出すのよ。なるほど。いや、思うんですけど、名古屋は確か4問4問、4問、4問つまり名古屋の方がむずいんですよ、問題1問1問は。そうね、九州よりはっていう情報だけ言っておきます。より惑わす。で、これはでもむずかったね、やっぱこれは。いや、むずいと思うんですよ。今出てんのが弘前と大阪なの。だから、バランスを考えると確かにね、九州。九州。あ、場所的な。確かに。ちょうど釣り合いそう。重心が。でも、その傾向あるな。マコ何型？お前、血液型。A 型です。ほら。ほら、ほら、ほら。いや、でもな、俺、結構、名古屋市もするけどな、これ。一橋、三重、大阪、弘前。やっぱ九州あるな。あるな、やっぱ九州ある。あるな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 。もう、もっと苦悩してほしい。効果的に。性質のイメージは名古屋で。問題のバランス的にはこっちだよ。そうですね。都市の中心部からのアクセスはこっちの方がいい。ああ、そうだね。確かに。ということは、ルートの問題でしょ、さっき。で、ルートから近いでしょ。うん。ってことは、ってことは、こっちがさっきの問題だ。お、ということで、やったー。いや、もうや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 これしかない。よし、名古屋大学お願いします。ドゥルル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 ドゥーン名古屋だよ。名古屋だよ。名古屋落ちなんだよ俺は。
アドバイス大事だったね。ほらうわ、めっちゃ大事だったね、アドバイス。うわ、すごい。ここまで来たけどな。また最初からだ。一応でもあれか、俺らの勝ちなんか。勝ち、勝ち、勝ち。そういうの忘れとった。忘れてた。せーす。はい、はい、激アツでしたね。赤本甲子園まさかここまでいかない。ふくらぴー、おったいな。おったいな。早時間の短さがやばい。おかえりなさい。顔寝起きやということで、クイズドッグ VS 花尾チャンネルチーム、勝者、花尾チャンネルチーム。イエーイ。めちゃくちゃ最後良かったよ。まあ途中までめちゃくちゃもう盛り上がった。アドバイスもあってたしね。そうですね、確かに。甲子園行った気分になったね。だから久しぶりに心が熱くなった。嬉しかった。ということで、あとでね、川上拓郎くんはね、ドボンしてくれてるんですね。俺は唯一生き残った。こっちチーム唯一生き残った。